あると思う。止まってるのはつらかろ。ラジオです。ちなみにフルーツの森を食べてる安原。写真ね。ちょっとベッドでゴロゴロしてるから。体がバキバキ。キレがすごかった。いやもうなんか新月といえばね、さあマミーの踊りだと言ってもらえることがね多いんですよ。だから昨日は両部出たんですけど、リフトしたりとかね、それの気持ちをね答えられるように頑張ろうということで、めいちゃんこんばんざい、みけんたんこんばんざい。このあとねトークポートが20時50分からあるんですけど、ぜひ感想とかねワンマンライブの感想とか教えてくれたら嬉しいなと思います。サーラは今とんでもない筋肉痛に追われている。どうもキョンコヤッホー、昨日はお疲れ様、ありがとう。マジでね今すごいよ、筋肉痛すぎて本当にねびっくりするぐらいの筋肉痛、バキバキとはこのことかみたいな状態です。他に何だろう、何の曲があれだったかな。曲的にはヤマトのセンターも久々だったしね。今首が痛くて、いやみんなもさ着座だったのに筋肉痛とか言っててさ、めちゃくちゃ笑うんだけど。オタクと楽しすぎて笑いすぎて腹筋が痛い。でも人間笑うこと大事だからさ、素敵なことだと思う。どうしようかな、結ぼうかな今日。どうもおつめいちゃん、おつめいちゃんまじょうさん、ちゅんさんこんばんめい、こんばんめい。今アスアラはバキバキです。髪の毛振り回すから首はやられる。首をね振る振りが多いのよバンドイジャパン、だからそのせいだと思うんだけど、マジで首がやばい、ちょっと笑えないレベルの。空手帰りのこんばんざい、こんばんざい。首がバキバキフォン、バキバキはバキバキ。最近はずっと唇にリップを塗る生活。なんかめっちゃ唇が荒れてて最近。バキバキのバキ子だよ、本当にやばい。みんながね思ってる以上にねめちゃめちゃバキバキ。ちなみにですが、昨日は横毛を作りました。なんかマスクなかったっけ。暑い。全員筋肉痛ツイートしてる？いやでも本当にねやばい、朝起きた時起き上がれなかったもん正直。まあ今もだけど、いや今は座ってるけど
本当にね、あ、痛い、起き上がるのが苦。になるレベルでやばい。こんばんは、おはちです。おむさん、バキバキエサーラさん、お疲れ様です。こんばんざい、こんばんざい。ラビタンヤッホー。獅子舞のような髪、もう髪の毛めっちゃね、なんかビヤンってなるの。キャメタこんばんは、こんばんは。寝起きから首から肩甲骨にかけて使ったなって感じのだるさだった。いやもう今やばい、もうほんと今やばい、こんなやばいはないっていうレベルで今やばい。なんかね、みんなが想像している以上にね、筋肉痛を患っているやっほー、ゴリさん、やっほー。シャワーの音量をサウナのと水風呂を交互に入ると回復が早いけど、あーね、めいね、冷たい風呂入れないんだよね。うわーってなっちゃう。お風呂に入ってこの後に備えるの。いや、お風呂入んないよ。トークポート終わってから入る。お風呂上がりにアイス食べればいいと思う。適当。お風呂上がりにアイス昨日食べようと思ったの。もうね、お風呂なんかね、アイス食べる気力がないぐらい寝てた。19日、ジャガちゃん、ヤッホー。昨日気づいたライブ。ゴリさんも気づいた。意外とね、見えるのよ。ちゃん、てかね、レニーは、ステージが高いから見える。親戚ホールは、あれなんだよね、暗いから、どうなるかなって感じだけど、頑張って見つけるよ。ライブの時、急遽、曲アンコールの時急遽曲変えたって。本当ん、わしが風呂だよ。あ、そういうこと。じゃあ電話してくれるんですか。私の誕生日プレゼント何欲しいですか。これみんなに聞かれるのよ。みんなありがとう。何が欲しいんだろう。なんかこれを聞かれると自分って案外物欲ないんだなって思っちゃうんだけど、何が欲しいんだろうね。なんて答えたっけ。なんかスニーカーとかジャージとか答えてる。ジャージだとレッスン着で着れるしなとか。スニーカー、 T シャツ。 T シャツって言うとジュリアに怒られんねん。また T シャツ、なんかお母さん増えたみたいな。どうかな、メイ。いいね。電話楽しみにしてますよ。新世紀ホールは光った方がいいと。マジで、あのね、新世紀ホール結構暗いのよ。確か、記憶の中では。新世紀ホールのメインね、あの、推しメンの MV の撮影地なんで。推しメンの MV の撮影地。クイーンのドンドンダンで、くくかえ、曲を変えたっていうよりかは、曲変えてないよ。あのね、
どんどんダンってなってたからメンバーが裏でウィーウェーウェーウェーラーキューとか言ってた。なんか歌ってましたね。マルチ T シャツは大丈夫です。白か黒ね。そう、黒がいいな。8月30日卒業発表キンキンね。大丈夫です、あの卒業しないんで安心してください。クイーンのどんどんダンで今日めいちゃんとのトークポート楽しみ。え？サンゴがやりました。そうなの？わあ、ひらパパこんばんざい。もうちょっとで誕生日だね。誕生日が同じだと覚えるからね。うわ、よいしょ。呼んでたな、クイーン、クイーン。いや本当に今ね、体の全身が大変なことになっている。やばすぎない？こんなことある？ヒムロまんじゅういいな、食べたい。ヒムロの日もうちょっとか。この間は姉が誕生日だったんで、もうちょっと自分です。あとだって今日が13でしょ、あと5日誕生日まで、あと5日。今年はお祝いできない。今年はジャパンエキスポマレーシアなんだよ。毎年ねファンのみんながケーキくれるからケーキなんて買わないって思ってたけど、今年は自分で買わなきゃいけなさそうですね。何を食べてるとかなの？この写真のやつはあのフルーツの森っていう駄菓子。ナスのなんちゃら、ナスの味噌炒め。ヒムロまんじゅういいね。首が痛いなあ。ヨシポンこんばんで、ありがとう。この後20時50分からねトークポートなので、ぜひぜひお話ししましょう。お風呂行ってらっしゃい。またね、またね。体が、何着ようかな。何を着ようかね、迷ってます。顔出しなしも寂しいよね、ショールーム。夏トークポートだから今日はラジオです。昨日ね顔出ししたからね。なおさんはじめまして、ありがとうございます。なぜか筋肉痛。いやもう本当に筋肉痛がすごい。ヤッホー。ちょっと今ね体勢が体勢なだけにね、体が、で首の裏が筋肉痛になると大変だなと思って。首裏ってねやばいのよ、なんかうんバキバキを超えている感じです。このトークポートね、次回絶対話したいな。お
待ってるよ。石川県？そうです。石川出身です。あ、福井出身、富山在住。石川を超えている。いいですね。福井は東尋坊に行ったことがある。あと駅前すごいですよね。富山、ブラックラーメン。白エビ。誕生日プレゼントにかき氷機とかいいかもね。かき氷機あるのよ、うち。もらった。かき氷好きだからね。氷ばっか食べてる。今日の髪型は、ローお団子。低めのお団子です。なぜ？って思われると思うんですけども。低めのお団子にしました。暑いから。すっきりしたくて、そろそろ TikTok してほしい。じゃあ昨日も言われた。じゃあちょっとどこからしらでやりましょう。ちゃんとやるわ。太ももの、昔配信してた。そう、かき氷好きで、ファンの方がくれたのよ。ガリガリガリってやつ。まだかき氷のシロップが今ないから、氷のシロップ、100均かどっかで買ってこないと。ワンマンライブ後なのでね、ぜひ今日はお話ししてくれたら嬉しいなと思います。トークポートで頭いっぱいかな。話が噛み合わないみたいな。話が噛み合わない？寝違えて首が痛い。あ、ごめん、読んでなかった。寝違えってやばいよね。炭酸メーカーまだやってない。転勤で慣れない富山です。福井は24年間。おお、転勤が富山やったんや。福井県でもいいとこよね。のどか。富山県は、でも、なんだろう、チューリップとか、そういうイメージ。あと、路面電車みたいなやつ走ってるよね。今夜は落ちます。ヨシパンありがとう。またね。初めてのライブだったけど、感動して涙が出た。嬉しい。かき氷、シロップなければ、ゼロカロリー。たまに麦茶とかかけるけどね。美味しいよね。いやもう本当に今日顔死んでんな。顔が死んでますが許して。ください。いで、よし、麦茶かき氷という概念がなかった。お茶かけるとね、美味しい。まあ、それは果たしてかき氷なのかって言われたら、そうではないんだけど、でも美味しいっていうね。麦茶のかき氷は初撃。嘘。意外と美味しいんだよ。ツイッターとルームをフォローしました。よろしくお願いします。ありがとう、なおさん、嬉しい、ありがとう。
何着ようかな。なんかスズメっぽいやつ着ようかなと思ったんだけど、そもそもスズメみたいな服持ってなかった。今日スズメお誕生日だからね。誕生日おめでとうっていう。HK さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。恐竜博物館20周年なんとか。何回か行ったことあると思う。記憶の中ではなかったら申し訳ないけど、よいしょ。あと15分後にはもうトークポートですよ。皆さんぜひお電話待ってますね。待ってるわよ。よ最近トークポート1時間前の通知来るの。本日の電話まであと60分って、60分って思いながら、スネちゃんに誕生日おめでとうトークポートしてあげてほしい。誕生日当日にお話できる特典あるのいいよね。すごいいいことだと思う。誕生日おめでとうっていろんな人が言ってあげてほしいわね。いろいろあったのかなと推察。何が？何がない？何がだ？スズメ？スズメいい子よ。めっちゃ可愛い。マジみんなは触れないだろうけど、本当にほっぺがねムチムチでね可愛いのよ。肌が綺麗。しかも可愛い。ほんとなんかね、泣き方とかもね、ほんともう小動物みたいになるからさ、あどっちだのってなる。ほんと可愛い。若いよね。21歳だよ。なんか21かってなるよね。21かってなっちゃう。若いっていいな。60分前の通知とか。ああなるほどね。ねえサーラ何歳になるとかも知らない。もう記憶なくそうと思って年齢に関して記憶ないんですよ。だからサラ何歳になるんだろう、ちょっとわかんない。何歳になるとかわかんない。もう分かりたくもない。絶対に分かりたくないわっていう気持ち。3より大きい数字が数えられない。そうそうそう。でもね、3より大きい、21より上の数字読めないの。21、22、23までは読めるんだけど、そっからとかちょっとよくわかんない。病気みたいなね。年齢から現実逃避。年齢から現実逃避。
し。なんか祭りみたいになっちゃったメイク。やばい、あと10分だ。10分でトークポートがスタートするので、じゃあ配信をそろそろ終わろうかないね。皆さんね、ぜひぜひトークポートお待ちしているんで電話してください。待ってます。ほら来たよ、60分後にはコールが始まりますので。ということで、以上バンザイジャパン石川県の伝道師リーダーの吉原芽衣でした。バイバーイ。あ、声は今枯れてるのでこれが通常です。バイバイ。